Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問はハーフナッツさんからです。ありがとうございます。ハーフナッツって何？半分豆？何？違う、木の実か。実になっちゃうね。半分…半分身？半分身、半分身、半分人間みたいな。なんか人面系みたいな状態。何の話やねんこれ。何だろうね。いやいや、これ見てください。とうとう持ってきてもらうものがなくなりました。やっぱ僕がちょっといやらしく言い過ぎたせいか、今週は持ってくるものがないよね。強いてたうちの後輩があの柿がなったってめっちゃ持ってきてくれて、で今あの柿、あの柿どこ行ったってお客さんに配ったって。俺一個も食ってないんやけど。あのよくあるよ、お客さんから持ってきてくれてありがとうございますって言ったら、勝手にあの配られたり食べられたりして、であの味見ができない時。怖いね。もう社長って嫌だわ。最後。苦悩があるのね。苦悩があるよ、はい。では参ります、はい。いつも楽しく拝見させてもらってます。はい、ゴルフ歴3年目のエンジョイゴルファーです。最近の悩みですが、自分は190センチ台後半の身長で、市販のクラブを使っているのですが、周りから短くないとか、ドライバー持ってても短くてドライバーに見えないと言われます。実際ウェッジやピッチングを持って構えている後ろ姿を見ると腰が90度くらい曲がっている状態でした。やはり身長に合ったシャフトをフィッティングしてもらうべきなのでしょうか。また何インチくらい伸ばせばいいものなのでしょうか。シャフトを長くすると難しくなる印象なのでどうすればいいかと悩んでおります。たけちゃん、ぜひ教えてくださいとのことです。はい、いいっすね。190後半あるんですか。すごい、ね、なんかいろんなスポーツで有利ですよ ね、ね、なんか本当にいいなと。僕もね、180は欲しかったなって思って、 でもこうゴロ的には178とかがやっぱなんとか8がいいじゃないですか、日本人。178まで行きたいなと思って、今結局実質174なんですけど、見え張って175ってずっと言ってずっと言ってます。はい、またお通りですね。はい、ちょっとこれはね、正直言うと難しいかなっていう質問ではあります。あのというのもね、実際 PGA の選手なので、実際結構身長高い選手がじゃあ長いクラブ使ってますかって言ったら、そんなに使ってないんですよね。あのというのも、一つは、まあ、単純に身長が高い人は腕の長さも長いわけですから、その結局地面から握る手の位置までがそんな変わらないっていうのパターンもあるんですけど、あのそもそもクラブの長さっては基本的に長くすることでヘッドスピードが上がるっていうためのものなんですね。だから身長から長さを変えるものではないっていう考え方なんですね、僕らは。だからそのもちろんアイアンなんかであまりにも腰が曲がってるってことはちょっと伸ばした方がいいんですけど、少なくともドライバーなんかは別に困ってないんやったら長くする必要はないと思います。むしろ基本的に腕からシャフトとかっていう考え方のからあったら、やっぱり身長高い人は腕も長いんで、もう全然その下手に長くせずに、あの別に短く見えるだけで実際それは他の人と同じクラブなわけですから、それでしっかり振れるんやったらその方がドライバーもミート率も良くなるし、全然何ら問題ないですね。はい、たださっきも言ったように、アイアン、ショートアイアンとか短くすぎて体が曲がるとか、それこそ打ちにくいっていうことやったら、まあ半インチくらいまでと伸ばしてもいいかなと。半インチ、まあ要は一番手ですね、アイアンで一番手ぐらいを伸ばしてもいいかなと。あのただ正直言うと、半インチ伸ばすと当然バランスも上がりますし、何よりここ回転も難しくなるんで、まあどんなに長くするにしても半インチまでにしてくださいってことです。もう1インチなんか伸ばしたら絶対ダメですよ。だからまあどっちかっていうと身長で変わってくるのはクラブの長さよりは来角なんですよね。やっぱり身長高い人っては来角をアップライトすることの方が多いんですけども、その別にクラブの長さを長くしないといけないっていうと絶対そうとは限りません。たださっきも言ったように腰が曲がって打ちにくいとか、そもそもあんまりその構えしてたら腰悪くするんで、どうしてもその体に負担があるんやったら、まあ半インチまでは伸ばしてもいいかなと、はい、思いますね。なんかまあまあ、先ほどもちょっと話したんですけど、まあ、基本的にその身長をやったら来角は必ず合わせとかんとクラブの抜けすごい悪くなると思うんで、もしあの来角測定ってしたことがない場合はぜひお近くのお店で測ってもらって、何より来角が動かせるクラブ使ってなかったらそれはもう絶対来角を変えないといけないと思いますよ。あのやっぱり身長が極端に平均より高い低いがあれば、来角はやっぱり結構動かさないかんことが多いので、その動かないクラブ使ってると
こうなってますよで終わるんで、うん、こうなってますけど直せませんねで終わるんやったら、やっぱりハーフナッツさんぐらい190後半あるんでしょ、やったらライは絶対アップライトになると思うんで、うん、そこはあの絶対した方がいい、うん、そうだクラブの長さはまあ半一までしてもいいかなぐらい、うんうん、だから絶対あの別に困ってないんやったら別に変える必要はない、うんうん、だからライ角は変えた方がいいってことかな、うんうん、ダスティン・ジョンソン選手とか多分すごい背高い高い、うん、でも別にそんなじゃ極端に長いクラブは使ってない、うんうんうん、まあでもドライバーは、まあ、ルールとかだったら46やね今までが OK とかも、うんうん、長さのルールとかもありますけど、まあ、むしろ別に身長高い人は多分腕も長いんでこれ遠心力をしっかりつくんで、うん、むしろ短いの方がミート率も上がってそれで飛ばせるよ、それに越したことないじゃないですか、だからまあその体、僕はやっぱ体に負担がないんやったら短くても、うん、てか短いわけじゃなくて普通の人と同じやけどそれが身長高くてそう見えてるだけなんで周りのことは気にしなくていいと思うんです、周りの人はみんなそうやって言うだけです、うん、一言なんで、うんうん、だからそこはやっぱりゴルフって難しいのがそうやって周りの人が結構いろんなこと言うとやっぱ気になるじゃないですか、気になる、うん、それをいかにこう自分までもこれでいいんですって言えるかっていう、そのだからそれが結局本当に合ってるかどうか分かってる人は言えるんですけど、そうだね、うん、そのやっぱりちょっと分からない人からしたらそうした方がいいんかなってやっぱ思うよね、思う、うんうん、そこらを僕がやっぱりもうそんな気にしなくていいですよと、これが合ってますっていうふうに言うのが大事かなと、うん、なるほど、じゃ今後ハーフナッツさんが、まあ、クラブをまあ、新しく変えたりとか、うんうん、ちょっとリシャフトするってなった時に、うん、内角がまあ調整できるようなものの方が望ましいっていうのと、それも絶対でしょうね、うんうん、あとはまあ伸ばすとしてもそのまあシャフト置きする時に今のよりもちょっと半インチ伸ばしてください、まあ、は一応まあまでは OK かな、まあ、OK かな、許容範囲、許容範囲というですね、でも、うん、まあその腰が痛いとかそこまでではなければ別に今のままでいい、うん、いいです、振り心地が良ければ、うん、そう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 、もうそういったところが分からなかったらもうフィッターさんとかに行くべきですね、ですね、やっぱりこんなに言ったら失礼ですけどその、ね、その素人さん同士でなんかなんとなくもっと長い方がいいんじゃないかなとかっていうのはあんまり良くないですよね、気にはなるでしょうけど、でも正解、とりあえずそう見えるからそう言ってるぐらいなんであんまり気にしなくていいです、確かに、うん、あの私もなんかウェッジ軽いと思うのね、うん、普通 の, その男性のよりも、うん、もちろんね、だからえみちゃんこれだったらもうちょっと重い方がいいよ、ちょっ と, と使ってごらんって言ってバンカーから打ったの、うん、そしたらバンカーに埋まって出てこなかったなんかその人にとってはそのクラブがいいのかもしれないけど、ね、私にちょっと取り扱いが難しくて、ね、なので、その人にはそう見えるかもしれないけど、じゃあ ご自身がその人になった時っていうのはまた違って見えるので、そう、うんうん、そのこれでいいんだよっていう気持ちになるためにそのまあ、有識者というか、ね、あのクラブフィッターさんとかに見てもらうのがいいかなと思います、一番ですね、はいはい、それではハーフナッツさんご参考になりましたでしょうか、それではサタデータケちゃんゆみちゃんまた来週バイバイ、次回はオールナッツさんになってくださいねもう進化チャンネル登録高評価でタケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。